また美味しいお蕎麦屋さんを見つけました。京都市役所前というか、御所の前なんですが、ここですね。で、いろいろスタッフさんやらと行ったんですが、この鴨の生ハムももうなんか初めて食べたんですが、めちゃくちゃうまくて、これ日本酒とか合うんやろなと思いながらビール飲んでたんですが、あと醤油豆ですね。これもビールのあてに、出てきたんですかとかな。これも美味しかったです。で、これセットのだし巻きと、これ湯葉と小松菜のタイタンみたいなんですね。それと、漬物が入っております。ぬか漬けですね。で、セットの鶏天炊き込みご飯なんですが、炊き込みご飯が生姜と、お揚げさんでございまして、これもなかなかしっかり味がついていててですね、美味しかったですね。で、湯葉と、小松菜の炊いたのようなやつ、この上品なあっさりした京都の味って感じでございまして、で、温帯出てきました。そばです。これちょっと見たらなんかもう美味しいやつってこう分かる感じだと僕は思ったんですが、いや美味しいです、美味しいです。まあ蕎麦の香り季節柄なのか、まあ、若干控えめであったものの、いやいやこれすごいいい蕎麦でございますね。京都の中でほんまにすごい美味しい部類に、入る、蕎麦だと思います。でちょびっと、出汁、つゆもね美味しいんですよね。なんか関東風もできるっておっしゃってたんですが、全然関西風の出汁のやつでも濃くて、美味しかったです。で店の中で石臼で引かれてるんですね。そりゃ美味しいですよね。場所はねこの辺でございます。うまいこと説明できないので、まあ、ちょっと食べログかなんかで調べていただければと思うんですが、でちょっと気になったのがね、店員さん家族ご家族なんでしょうかね、ちょっとね接客がこうまあお忙しい感じの接客なんだったので、まあまあ今あんだけ忙しいと言い致し方ないんでしょうね。まあなんか非常になんかそばも美味しいのにちょっとなんかもったいないなと思ったりはしたんでございますが、京都って老舗、これ言うとまたいろいろ怒られそうですが、老舗のそば屋よりも新しくできたそば屋の方が長野県とか東京に近いそばが出てくるというのが僕の、なんとなくのイメージでございまして、ここも意外に新しいそば屋だそうです。いや美味しかったですね。そんな、老人さんでございました。チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。